ご了承ありがとうございます。ありがとうございます。いつものように改札で立っていたある日、ありがとうございました。やつはやってきました。おい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 、どうなってるんだよこの電車は。どうされましたか。どうしましたかじゃないよ若造が。車内でな、弁当くちゃ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 食ってるジジイがいたからな、うるさくて気になって眠れなかったんだよ。これから俺夜勤なんだよ、どうしてくれんだよ。そうだったんですね。理不尽なことでしたが、あまりの迫力に圧倒され何も言えずにいました。おい黙ってないで何とか言えよ。もう申し訳ございません。とりあえず謝ろう、そう思いました。ちゃんと言えよ、お前には誠意を感じねえんだよ。ちゃんと言い直せ。申し訳ございません、申し訳ございませんでした。おじさんの圧に今にも泣き出しそうだったその時でした。お父さん一ついいですか。なんだお前。あ、いえ、ただのサラリーマンです。なんなんだよお前まで。救世主が舞い降りました。よく考えてみてください。今の話の中で駅員さんは何一つ悪くなくないですか。ただくちゃくちゃしてるおじさんがうるさくて眠れなかった、それだけですよね。駅員さんは何も悪くないですよ。え、お兄さんのあまりに正論すぎる言葉に何も言い返せずに帰っていきました。駅員さんも大変ですね、頑張ってください。ありがとうございました、助かりました。